どうも影やんです今日はですね、えー、現金給付どう使うっていうことについてお話ししたいと思います。これはですね、あのー、機能ですかね。 僕が YouTube 見ててね、池早さんですね、池早さんの動画を見ていてですね、池早さんが言っていたことに強く賛同する気持ちになったんで、この動画を作らせていただきました。だから現金給付10万円ありますよね。で、僕も、僕のお店もね、コロナウイルスの影響でね、売り上げは下がってるんですけども、あのー、まあ、 あの池谷さんがその時言ってたんがその10万円の使い方ですね使い方をどうするかっていうので池谷さんは10万円全,部全額寄付するって言われたんですねあなるほどと思いましてねあそれはいい考えやなと思って僕はあの売り上げも下がってるんで基本的には自分のことで使うんですけどもその一部ですね、えー、ほんの少しだけですけどねあの寄付に回そうかなと。 いう,ふうに思っておりますでその寄付をすることによってですね、えー、自分の気持ちに余裕が出たりとか自分の心が豊かになったりとかしますしで相手もそれによって、えー、助かるというか、えー、役立てていただけるということでね、えー、双方ウィンウィンの気持ちでね、あのー、できると思いますんで、えー、相手のためだけを思ってやるんじゃなくて自分のためにもなるということで、えー、寄付をしたいと思います。えー、あなたも、ねえー、よかった えー、寄付、ねえー、してみたらいかがですか、ね、あのー、例えばコンビニ行ってお釣りを寄付するとかそんなんでもいいんですけども、えー、せっかくね現金給付をね政府がしてくれるんでね、えー、その一部をね、えー、1%でもねいいんで、えー、寄付を僕はし,したいと思いますあの、えー、そうですねそうすることによってね、えー、なんかその こうどういうんですか自分の,そのやってることがその役立たれるっていう気持ちになれるっていうのはねそれはそれで自分も嬉しいことなんでいけさんのえその考えをねえ僕は賛同してえそれについていくというかねえ僕は池谷さんみたいに10万円全部は寄付しませんけどもえ一部ちょっとだけですけど気持ちだけですけどもえ寄付したいと思います。ということで、ね。 今日は、えー、現金給付十万円の使い道はということについてお話しさせていただきましたでは、えー、今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます